私はその準備をしておきますね。でも、落ち込んでいたりしません？本当に？やっぱり元気ないみたい。兄様、元気出して。よかったら髪も洗います。
り遅くなっちゃったわ。さすがにまずいわよね、こんなに遅くなると。家に帰ったらあの人になんて言われることか。これから外出の時には人をつけるようにするなんて言われたら、冗談じゃないわ。まあでも、あの人がそこまで口うるさく言うことはないけど、そこだけが唯一の長所よね。家に誰もいないわ。おかしいわね。もしかして使用人をわざわざ遠ざけてる？でも何のために？話し声が聞こえるわ。誰か来ているのかしら？ではそのように頼みます、くれぐれも。はい、分かっておりますとも。決して口外などいたしません。私たちは同志ではありませんか。信用していますよ。こっちに。何この人。綺麗な人ではあるけれど、でも怖い。あ、今の人何だったのかしら。シエラ、今帰ってきたのか。はい、すみません、遅くなってしまって。困るなあ、周囲から髪口を叩かれるのは私なのだから。妻が遅くまでほっつき歩いているだなんて、よっぽど夫が大事にしていないに違いないとな。すみません。まあいい。それよりあの方とすれ違わなかっただろうな。あの方ってあの綺麗な女の人のことですか？まさか見たのか、あの方を。ええ、あの、私、何かまずいことでも？あの方のことは決して他言しないようにな。はい、わかりました。でも、一体あの人って何なんですか？商談の相手だ。商談？そうだ。それ以上余計な詮索はするんじゃない。わかりました。ならいい、風呂に入ってから早く寝室に行きなさい。はい。嘘よ、とてもそんな風には見えなかったわ。私は呪わないわ。あなたのこと好きだもの。そう。じゃあ仕方ないわね。気にしてないわ。一人は慣れているから。ありがとう。本当に私は大丈夫よ。でも一つだけ約束して。ええ、あなたが大人になったら私のことを迎えに来て。私はここでその時が来るのをずっと待っているから。誰より強くなって私を迎えに来て。
あなたがそう約束してくれるのなら、私はこの暗闇の中でもきっと希望を胸に抱いていける。だから約束。私はここであなたをずっとずっと待っているから。待っているわ、アス。ルルルローレンス・ビスター。はっ。創造主たるロアフィーナの皆において、我汝を騎士となす。賢明で潮深き我が王よ、このローレンス、いついかなる時も神と国家に我が命を捧げ、たとえ日が傾き月が果てようとも永遠の忠誠を陛下に誓います。騎士ローレンス、今後はこの峡谷の平和のため、そして地上のすべてをロアフィーナの光で満たすため尽力せよ。はっ。おっと、ごめん。君があまりに影が薄くて全然僕の視界に入らなかったものだから、つい。じゃあな、僕は騎士と認められた者だけが並んでいる選ばれし者たちの列に行くよ。アス・リチェルド。アス・リチェルド。アス・リチェルド、前へ。アス・リチェルド。う、嘘だろ、そんなバカな。くそ、なんで奴なんかが。アス・リジェルド、創造主たるロアフィーナの皆において、我汝を騎士となす。リジェルド。
義士アス。今後はこのロアーナの平和のため、そしてこの地上のすべてをロアフィーナの光で満たすため尽力せよ。申し訳ありません。しかし城下町が。城下町で何か起こったのですか。城下町が、首都アムルの四大門が何者かに突破されました。今続々とその者たちが町の中へと。城下町が、首都アムルの四大門が何者かに突破されました。今続々とその者たちが町の中へと。何ですって、そんな、一体どうしたら。もう少し詳しい状況を教えなさい。一体どのくらいの人数の者たちが町の中に。再市長様、申し訳ありませんが、今のところ人数すらも把握できておりません。しかし敵がかなりの手強さであるということだけは確かです。そんな、やつらは民間人にまで容赦なく刃を振るっています。どうか一刻も早く出陣命令をお出しください、陛下。皆の者、今すぐに出陣の支度を整えなさい。そして整い次第、一気に出陣なさい。皆の者ですか。しかし、ここには騎士を叙任されたばかりの者が。さっさとなさい。一秒でも遅れれば、十人の人間が殺されると思うことね。ギョイ。ユリシア様。はい、騎士団以外の兵にも早く出陣命令をお出しください。一人でも多くの兵を今は動かさなくてはなりませんから。はい、わかりました。何ですか。申し訳ありません、すぐに対応することができなくて。いえ